こんにちは松潤さん速歌塾の久保ですえー、前回はですね長崎の巡散歩ありがとうございましたまあ長崎にも平和公園なるものがあるということは知っていて私もね伺ったことはあるんですけどもん私の感覚だとね広島って結構平和学習とか、まあ、原爆に対する意識ってまあ小学校中学校義務教育の頃にかなりね掘り込まれるんですよねで高校の時ももちろんそれは続いていてとにかく 原爆の時間とかね平和のの時間とかっていうのがあるわけですよで国際的に見ても広島っていう単語っていうのはカタカナで書くことが多いんですけどもまあ大都市の中でもそれほどまでにね大きなものではないのに割と東京京都の次ぐらいに世界に知れ渡った町の名前だと思うんですよね。そして広島という名前が何を意味するのかってことはまあなんとなく広がっているのかなと思いますけどもでもやっぱりね 長崎もこういったことに関しましては重要な、まあ、町になってると思うんですよねでもなんとなく長崎のこの平和熱原爆熱っていうのはねちょっと広島に並んでるのかどうかなっていうことを私ちょっとふと思ったんですけどもその辺ねどういうふうに皆さんね長崎の皆さん育ってきてるのかなとか思っちゃいましたまあ別に広島で平和教育が盛んだからすごいだろうってことではないんですよ うん、でも、お隣の岡山県に行く、もしくは山口に行くと、途端にこのね、うん、平和公園とかね、うん、まあ、その辺の気持ちにギャップがあるんではないかなと。もちろん、土地土地にいろんな特色はあっていいんですけども、なんか広島だけ異様だなと。<laughs> 異様と言ってもまた変ですけどね、特別だなみたいな感じがしたりするんですよね。まあ、なんとなく思ったんですけどね。で、今ご覧いただいているのが、この、 これ、平和記念公園にある、この記念碑で、安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんから。というね、石碑なんですよね。これ、小学校の頃に思ったのは、まあ、お亡くなりになった方に対してね、いや、本当に成仏してほしいなと。もう、二度とこんなことはしませんから。っていうふうなね、気持ちを素直に送ったのかなと思ったんですけども、でも、この年になってみるとね、過ちってなんだろうな、とかね、思っちゃうんですよね。過ちってのは、うん、こう、広島で、 何の罪もない人がいきなり爆弾落とされて死んだことが過ちなのかなと。それとも、そういった戦争をね、うん、続けてしまって、しまいには、こう、無差別テロとも言えるようなね、原爆を落としたことが過ちなのかなと。うん、だとしたら、この過ちは繰り返しませんというのは誰に向かって言うのかなと。うん、誰の過ちなんだろうなとか思っちゃいますよね。うん。まあ、いろいろありましたけども、 あの平和公園にはオバマ大統領もね、やっぱこう、戦後初めていらっしゃって、ものすごい象徴的なことだなと思いました。まあ、いろんな人の思惑とかはあるんでしょうけども、うん、まあ、大統領がこの地を訪れるっていうのはね、なかなかの政治決断だったんではないかなと思いますね。うん。長崎にもこうやって、平和の記念像ありますよね。えー、こう書いてますね。二度と過ちは繰り返しませんの、奇妙なフレーズはっていうのがあるんで、 クイックしてみました。うん。ところが、一人、近代日本人のみがこれを行っていないのである。いや、例えば、広島長崎の原爆投下の悲劇について、二度と過ちは繰り返しませんと、誓ってるではないかという反論があるかもしれない。しかし、これは、実に奇妙なフレーズである。私どもの世代は、幼い頃から何やらかんなんですね。うん。誤ちとは何のことか原爆投下のことかあ、これね。これこれ、これですよ。私の思ってる疑問は。うん。 なるほどね。まあ、これについてはね、また話長くなりますんで、ちょっとこの辺で切り替えさせていただいてね。まあ、あの、広島の平和公園もデートの待ち合わせスポットになっている部分があります。まあ、昔ね、多くの方がお亡くなりになったという土地が、そういうふうな記念館になっているとかね。うん、なんか観光都市になっているっていうのは、ちょっと妙なものがあると思いますけども、たくさんの人が死んだところだよ、みたいな感じで人が訪れたくな,訪れたくなるものなのかなとかね。う まあ、デートの待ち合わせ場所にも当然なってますしね。私など、ここですよ。この辺りに、あの、私は暮らしてましたんでね <laughs>。夜が明けたらこれが見えるみたいなね、感じでしたけどもね。はい。えー、長崎の松潤さんの、潤散歩に引き続きまして、私は今日はね、広島の平和公園の画像を見ながら、いろいろと話してみましたけども、まあ、松潤さんね、あの、何ですかね。まあ、個人的な思い出話を、 もうちょっと聞いてみたいなと思います。あの、どんな女性とデートしたのかなみたいなね。そんなとこですけどね。<laughs> よろしかったらまた教えてください。えー、それでは、今回は以上です。